お疲れ様です。今日はこちら郊外天壁クラブやってきます。さあ入りのペラムのまたなんか新たな方がね、はい、登場したってわけで、今日はねボイドプラスの、リトルプリンス久々だな。はい、こちらペラムやってきます。だからまあここ最近そのまあペッカが強いんで、もう今シーズンペッカかペッカを気合で止める、まあブラスターだったり進化テスラだったり、まあその辺しかもいない、はい、いない環境なんですけど、まあそうね今シーズンペッカにしようかなと言ったところで、ちょっとペッカ使っていきます。でこのリトプリも結構久々かな。おい、こんにちは。まあリトプリは3コストで、まあ、陸にも空にも何でもまあ幅広く対応できる安牌万能キャラってとこですよね。よいしょ。でこのペッカに対しての意外とリトプリもちょっと良かったりします。はい、まあ、ガーディアンもあるんで陸行きにもなるし普通に火力も出せますよと、まあ、結構久しぶりだなリトプリはね。最近まずチャンピオンはスケルトンキングか、まあ、あとなんかいたっけスケキンか、まあアーチャークイーンがいたぐらいで、ゴールナイはマジで生きてないっしょ。でマイディもまあ言ったらいない、許して。でまあモンクとかはね大会だとすごい強いんですけどね、マルチだとなんだかんだそんな使われないイメージがありますね。結局やっぱ回転率が遅いキャラはマルチだとやっぱね高回転極めし族がいるのでついていけないんですよね。よいしょ。まあ、鳥も耐えるか。で、進化ペッカ、進化ザップ溜まったのは強い。で、ポイズンあったんでね。リトプリは今回活躍できるかわかんねえが。さあ。素晴らしい手札ではある。でも、相手も進化ペッカか。うん。ふふふ。あいつ出したっていいな。行くか。エレキもいたんだな。うわー、これ同彩か逆彩か、マジで悩むな。どうせポイズンあるし、うん、これやばいよ。エレキに、うでっかい、今エレキにやられたぞ。美味しくね。まあ本命は別にどっちでもいいんですけど、ダメージ取んなくね。まずい。いやマジで最強がいる。ブラスターだから、ブラスターの兵が来てる。逆行くけどみたいなとこあんだ。エレキがペッカ勝たねえかな。勝たねえんだ。俺ザップ打ってあげたのに。わエレキまずいな。さあペックペックって地味だよな。なんか削れねえかんな。エレキ強いし。ありそう。俺のこのデッキの強みは、まあ2周目ペッカが早いんで、間に合うか。え、めっちゃ強そうな形できてない。
やマジで。オッケー。素晴らしい。むず。まあ、ようわからんが、勝っちゃええでしょと言ったところでさ、ペッカ対決マジ多いんでね。まあ、リトプリ良かったな。なんか陰で頑張ってたイメージがあります、はい、特になんかしたのかわかんねえが、久々のリトプリ。スキルなんか使いミスってもよくニコスとか返ってくるんで、なんかスケキンとかな、アチャクイとかなんか適当にスキル押すとマジであのニコス1コス返ってこないんで大事にした方がいいんですけど、なんかリトプリは結構返ってきやすいイメージがあるんで、雑にスキル押しちゃってもいい。さあブラスターよろしく。まあ1倍タイムは今まで通り雑に進化回して、てかこれもペッカ受けてもよかったな、進化ペッカもあるもんな。スケか、あロイかもね、ロイです。リトプリがいるな、リトプリじゃない、トリトンか、トリトンがいて、そう、やべ、あ、水やばい。レイジなのやばい。レイジ降ってきたらやばいな。いや、強すぎるブラスター。いや、私は進化ペッカ。いや、進化ペッカなんかな。硬すぎて、一番痛いも本当ただ折られてるからでも、進化ペッカプラスラムとか、まあ、進化ペッカゴブジェイとか、あれ意外と止まんなってなることはよくあります。なので、このダメージレストラも、まあ、痛いけどね。痛いけどなんか許される。よし、こっから進化ペッカプラスラムで勝ち組んで、逆サイも無視でもいいな、正直ね。そりゃだな。よいしょ。マジペッカエリゴレっすこいつ、やばすぎだ。リトプリがさ頑張ってんだよ。やばい、真ん中ロイが、ん、いやめっちゃいい、おーナイスーさあ。これが進化ペッカっす。どんだけタワーおられて絶望でも、まあ、ペッカの体力ほんと異次元なんだね。あいつ回復しまくってブラスターでも止まんねえがんな。よしよし、ほぼエリゴレ。硬すぎる。しかも次のなんか顔も回復量がちょっと下がる程度で、まあ、まだ確定はしてないんですけどね。そんな顔されないんで、もし来シーズンもペッカー強そう。さあ、プリンススターね。プリンススターだったらマジペッカー止まんねえがんな。まあ、テスラとかない限りね。進化。回して適当に回してケツラムとかでもいいな、ケツリトプリとか、まあニコス行っちゃっていいな。はいこんにちは、失礼します。縦線ないと一発。
ラムライダーどうなってんだ。そう、もうヤンキーとかどう、縦線を割いたからっていう、ヤンキーすぎるだろうな。まさかのね。あ、終わったっす。好きだか、うん、え、ブラスト強っ。ラッキーすぎるよ、耐えたの。でかさあ、ラム行けば止まんなそうだな。ボーラーいるんかな。さあ、このナイトも美味しいね。トレネ使ったんでラム防衛して、まあボーラーだったらボーラーだったでいいか。ヒッカーはな、まあインドラいるんで、あんまいらねえかもな、今回。すげえ。よいしょ。まあ、インドラ進化タップ気合の突破かどっちを突破するか悩むね。行っていいよな。キングでキングね。いやー素晴らしい。人はこれを罪と呼ぶんでしょうか。シンクベックさ、止まんのかな。あー止まりそうよ。おー、ウィザード縦線でさ、まあ、意外と止まりそうではあるが、左は止まらないと。さあ素晴らしい、いいね。しかもリトプリが、まあ、今回はあれだったけどスケライに対してとかの防衛もちょっと強そうだから、ブラスターの弱点もね補ってくれそう。インドラ縦線とかもまあまあ進化パックピッカならあのご利用せますよと。さあブラスターね、まあブラスターにはコウモリでちま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 にち、ああ個別、うー早いなやること、やりすぎじゃない？一番痛い目よ。本当に。じゃあ先行しろよ。いやリトプリ。働いてるフリー。働いてるフリー、お前何やってんの、なんでや。あれや。いやー、一番ダメージいって、これでまた8枚プリン来るっすよ。いかれてるかんな。まあほんとペッカとかに勝つにはこういうね一倍ドリームでみたいなね、よく言います、はい、まあでもテスラがあったらきつい、なければ進化ペッカプラスのラムで止まらないイメージはありますが、グッ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 、どうだろう。やっちったこれ。仕方ないか。まあ、次進化バレル。いや俺一本これさ、どうしようかな。でゴブリンのか縦線になってんのか、流行りの枯渇のね。いやこれ美味しいな、さすがに。え、もしかして、いや貫通したら熱い。
で、ペッカを延命したい、このザップでね。おい、来たミリノクリペッカ延命。これが強いかんな。ラムが先行して、まあ、ラムが行かれるとか、ペッカが行かれるぐらいで、進化ザップで多行変えちゃってね。よしよしよし。あ、間に合っちゃいました。いやでもあれ、ここ強い。バルキリーオールブレイカーぐらいじゃない。端前か真ん中。ゆっくり行こうよ、きついんだ俺。うまいね相手。ゆっくり行こうよ。まあ普通に考えたらこれ組んだら止まんないんですよね、普通に考えたらね。いやマジでそう、なんか枯渇はこんなんだな。テスラあったらまた全然変わりますけど、高回転のなんか一倍ぶっぱ枯渇は進化ペッカプラスラムで進化ザップ打っとけば止まんないイメージあります。さあよろしく、ブラスターですよね。とコウモリを回しましょうか。さあ、まあ相手も迫撃というか、まあコウモリなんで迫撃っぽい。うん、いやーこのボンバーディガーで行かれたらちょっとめんどいな。惜しいな、なんか噛み合えばありそうだったな。さあ迫撃砲っすね。まあ迫撃はボイドやなんかボンバーとかで適当に。でこのラムライダーが負けすぎすぎです。明らかに。うわー怖かった、なんか今すべてがさ、やばい。このザップも、怖すぎる。ちょっと待って、ザップ大事かこれ。あんなのに言ったらね、行かれますよ。スケキンのソウルコールもあって、ギャングエレゴブコウモリね。スケドラが今回いないっすね。いや、オッケー。ケツムートも嫌だしな。壊れんだ、強っ。え、出た。そのさ、インチキユニットダメ、これやばいよな、普通にだるすぎる。嬉しくなすぎるんやけど、あのユニットたまんのマジだるいって、えぐい。本当に終わっている、大ピンチが来そうすぎてやばい。血いかれてるやん、止まんのかこれ。やばい、マジ。あのさ、たまんのやばないあれ、普通に。いや、ペックいいよ。
いや、まだ勝てんな。進化迫撃ね。入らないんや。いや、相手リトプリだらいいんだね。マジであるよ。やばい、タイミングそれ。マジあるよ。ちなみに。やばいこれ。ラブライダー絶対逆だった。うわ、やった。関係いっか。うわ、勝ってー。勝ってー。まじゃあ途中でさ、見たらたまんねー。やばすぎるな。なんか良くなるな。前もなんか溜まったんだよな。基本的にムーとか。いや、だる。あれ、やばいね。よくないね。裏でムーとみんな破壊しないようにしなきゃね。ユニット溜まって、利敵ボードになっちまったな。あっぱれ。ぱれぱれ。さあ。元気な、オットボーイだね。ああ、枯渇か。枯渇。まあまあまあ、スケ。バルキリーの、ウォールブレイカーとかかな。まあ、これも同じですね。ペッカプラスラーマン組めたら、勝てますけど、組むまでが大変だったり。一回行っちゃってもいい。雑いね。入らねえんだな。ボンボ？まあまあまあ。いや、いいね。相手も進化回っちゃったんですけど、まあ、俺も回ったんで、ペッカがね。いやだな。いや、まあいいか。よし。さあ、ここで止まんのかな、このベッカ。止まったら負けです。でも止まんないんじゃないかなと祈りながら。なぜなら僕は進化。フフフフ。すぎる。一生回復してやがるこいつ。フフ。憎れてるよな。オッケー。こいつが最強です。グロいな。なんか怖いな。やばい、進化付け立ててんのやばいね。あれは呪文ねえよ。ちなみにイコール
答えたさあ、オッケー、ナイスタイ。いや、この枯渇デッキもなめっちゃ好きなんだけどね、俺も。こうなるのがちょっと辛すぎて。結構なるっすよねそのどんだけリード取ってても最後にペックラム、お前かしかむだけじゃねえかっつって。はい、枯渇。テスラがなければいいな、インフェとかね。さっきみたいに組むだけで勝てるんですけど、うざそう。え、やば、ブラスター、マジ優秀すぎるよ。うん、同じような枯渇のムート入りね、ちょっとやってんのかな。まあムート、俺視点は厄介ですね。だるそう。うい、さ、まさかの親衛隊だけど、コウモリが食ってる。かつ親衛隊にはうちのリトプリが働きますよ。いらねえか、ワンチャンいらなそうな、いるか。ペッカとかでもよかったけどな、悩むな。なんか親衛隊ムートなんかすげえ、なんか多いな、勝てえやつら。あのプリンはなんか高めのボンバーとかで適当にやりてえな。あ、壊しちゃダメだったな。これやばいな。いや、後ろムート親衛隊をさ突破できるデッキじゃない気がしてきた。このデッキできんのか、コウモリが死にそうな。あ、でもこれがさきついんや。 OK、 アイシーギャング、こんにちは。おい、やばい。 OK、 うわ、危ね全然普通に止まんなかったわ。やば、もうご両親やん、強すぎじゃないですか、ペッカツの。まあ、ラムもなんか加工されてこれだから、ね、正直ラムライダーかまあペッカも間違いなく悪いっすけど、それに近いくらい悪いのもこいつです。さあ、ラム LSP かクロスとかかな、ロイか。ペッカ出さない方がいいかな、ガーディアンで様子見。ガーディアンだけ行かれてる、かわいそすぎる、ガーディアン。いや、これペッカっすね、相手の逆とかどう相手すぎたかな。スケ飛ぶなよ、よし。で、ここの、まあ工場釣りもあんのか。もっかいのラムが、縦線なんで読んじゃってもいいが、よかった、読まなくて。
でこれがちょっと便利なんだな。ちょっとどころじゃねえ。なんで？なんで？タテさん、タテさんちょっと強いな。レイジね。ってことは進化ペッカとこんな出てこないのか。進化ウィザードか。なんで？進化ウィザードか。そんな出てこないのか。いやー、だるいな。マジ組んじゃおう。全然拡散なんで？マジやばい、やる気の問題じゃない？普通に。まずい、うちのペッカは回復しないけん。本当にそれ怪しいぞ、そのボイド削り。いやー、本命は左になんのか、これ。ダメミスった。あれマイクザッペ飛ぶしちゃう。ここぶつかり合い勝つか。まあ進化だと強いんで逆でもよかった。進化じゃねえか、進化だった。何が強いって言った？俺のペッカの話？いガッチガチじゃないかい。さあ、これがペッカラブです。いいな、なんか本当に一本取られてたり取られそうでもね、そっからの気合でなんとかなるペッカ、はい、楽しいと思います。皆様ペラムね、今シーズンは夢つかめると思うんでやってみてください。ちゃんと効果もおっしゃっすよ、おっしゃっすよ。